学校物語。2022年は学制が制定されてから150年。これに合わせて那須野ヶ原博物館では企画展を開催しています。展示では学校の歴史や教育制度の変遷を紹介しています。また那須塩原市内の小学校、中学校、義務教育学校をすべて取り上げ、それぞれの学校がたどってきた歴史を紹介しています。それぞれの学校の歴史を物語る資料を卒業生の思い出話と一緒に展示しています。他にも学校ならではのものを集めました。今では使われていないものから昔懐かしいもの、変わらずに使われているものなど教室っぽく展示。思い出が蘇ること間違いなし。たくさんのご来館お待ちしています。